もちろん直接進化することはできないの？館長、何考えてるの？もう少しキアナちゃんとおしゃべりしたら？キアナちゃんの頭の斜め上にあるポップをタップするとおしゃべりができるよ。これでだいたい片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。館長、結構な数の任務をクリアしたよ。クエスト任務をいっぱいクリアしたらここで報酬を獲得しよう。館長、メイちゃんの刀には一番いい素材を使ってよね。ウェポンアップグレード。進化した武器はさらなる力、これでオッケーだね。
長、気をつけてね。私の出番ですか？それ以外は今いる敵は移動タイプだから、生物タイプのラインアップで飛行がおすすめだよ。今回の何が手に、今いる敵は生物タイプだから機械タイプの領域層白練りがおすすめだよ。絶対メイクみたいにちょっと手伝えなかった。一緒にいると安心します。お待たせ、一緒に帰りましょう。
目標発見、逃走した帝王型崩壊獣。でも、もうちょっとメイちゃんとお話ししてもいいの？目標発見、逃走した帝王型崩壊獣。でも、もうちょっとメイちゃん、頑張ってね。無事だったのね。メイ姉様、各位準備完了。準備が完了したよ。標準補給チケットを配布したよ。初申請が確認されたよ。申請開始。
新しいバルキリーちゃんが来たよ。装甲はそれぞれ。でも十分な経験値がないと経験値チップを経験値チッププログラム起動。艦長、ケチらないでよ。たくさん使っちゃって。危険値の上昇によりスキルシステムが限界に近いの。艦長、ここでサブスキルのアンロックや強化ができるよ。私の出番かな。作戦会議をしましょうか。ヴァルキューレシステム起動。新しいバルキリーちゃんも忘れずに連れて行ってね。何ぼーっとしてるの、艦長。本気で私に勝てると思ってる。機械は今いる敵は機械タイプだから、ドローン移動タイプのバルキリー戦車がおすすめだよ。ファイヤー、目標発見。ファイヤー、イエーイイエーイ。ファイヤー、ファイヤー、イエーイ。無条件射殺機。ファイヤー、イエーイ。ファイヤー、イエーイ。補充完了。システム警告、第一級戦闘準備。ファイヤー、ファイヤー、発射。ファイヤー、ファイヤー。ボイドエクスプロージョン。敵にだから必殺技を発動したらカラーアイコンをタップして他のキャラに出場させて一緒に帰りましょう。システム警告、第一級戦闘準備。イエーイ。ボイドエクスプロージョン。やっほー。
教えてあげたよ。そうそう、これだよ。パルドでもフェリスでも好きな方で呼んでいいからね。信頼してくれてありがとう、艦長。
作戦はもう始まったの？私の出番ね。さっさと片付けてくれ。今回の相手は触手まみれなんてことはないわよ。それと領域層白練りとライナス層の層は敵が不良状態の時に QTE を発動できるよ。早く試してみて。私の出番ね。解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ。異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構解読完了。アイちゃんがレアアイテムを入手したよ。館
長、そろそろバルキリー聖魂が強力であれば、強い聖魂を手に入れたら、レアな聖魂ほど潜在力も効果も優秀だよ。ワンスイート、艦長やるじゃない。任務をクリアしたら報酬が獲得できるんだよ。私の出番ね。ザキ、やっぱりね。付き合ってみる。